夏目慎吾です。でアニメーションの監督をやってます。そうですね、自分の作った作品が世界に発信されてるっていうのは正直意識は薄いです。というのもやっぱりこれだけインターネットが浸透してきてて、世界のなんていうんですかね、垣根っていうのがすごく薄く自分は感じちゃってるんですよね。日本で作ってりゃね、ブラジルとかで誰か見てるだろうとぐらいには思ってたりしてて、やっぱりダンディがあった頃こそワンパンがああいう感じになったのかなっていうのもちょっとあって、ダンディで初めて自分海外行って、海外の人でこんなにアニメダンディとか見て盛り上がってるっていうのを知って、あ、だったらもうこうした方がもっとみんな盛り上がるんじゃないかなっていうので作ってたりしますね。そういう意味でも自分にとっては日本の視聴者も海外の視聴者も変わらなくて、どう喜ばせるかになってくるのかなと思っています。やっぱりシンプルですよね。分かりやすい、そのボケて突っ込んだら笑ってくれるっていうのが日本人って分かりづらいじゃないですか。こう車に構えたりとかして見ちゃう人も、まあ、自分がそうなんでね、そうなってしまうんですけど、ストレートにその辺は、まあ、ボケとツッコミとかっていうのはベタにあって、でちゃんとその間を取るカットをちゃんと作って見せるっていうのがいいのかなっていうのはありましたね。で本当にすごい海外から反応がすごい良くて嬉しいですね。でまあ言ってしまえば結構受けるだろうなと思いつつ最初作っててはいたんですよ。まあ、というのもそのダンディでそのイベント海外のイベント行った時にやっぱりその向こうの人とそのダンディを一緒にリアルタイムに見たりとかして、なんかそのどこでリアクション取るのかとか、なんかそういうのが分かって、だって向こうの人って一つのアニメをみんなで一緒で見て楽しむような文化なんだろうなというのがあって、ワンパンもそういうものにしたいと思って、その見てる人が何人かで見てワイワイ言いながら楽しめるようなものにしたいっていうのがあって、まあそういう風なのを目指して作ってたりしましたね。でやっぱり、まあ、まんまとっていう言い方は本当に失礼ですけど、ね、でもそういうのリアクションが返ってきてすごく嬉しいですね。